岐阜工業高等専門学校は岐阜県本津市にある日本の国立高等専門学校である1963年に設置された略称は岐阜高専校長は伊豆野新一シンボルマーク広い視野を持ち自立心と向上心に富み教養豊かな技術者の育成基礎学力を身につけ想像力応用力 実践力を備えた技術者の育成国際コミュニケーション能力と先端情報技術を駆使する能力を備えた技術者の育成工学技術についての倫理観を有した技術者の育成教育研究活動を通じて社会へ貢献できる技術者の育成得意とする専門分野をさらに深めるとともに異分野を理解し複数の分野にまたがった思考力を備えた技術者の育成社会の要求する テーマを創造的に調査、企画、設計、計画し、継続的に解析、実行、改善できる問題解決能力を備えた技術者の育成的確な日本語と国際的に通用するコミュニケーション能力を備えた技術者の育成先端情報技術を駆使して専門分野のプログラムを構築する能力を備えた技術者の育成対応でグローバルな視点の倫理的判断ができ、 技術者の社会的責任を理解して、地域貢献できる技術者の育成、環境システムデザイン工学教育プログラムとして、平成16年度に JABEE 認定。当該プログラムを終了すれば、技術士第一次試験応用理学部門の合格と同等で、あるとみなされる。なお、平成28年度より先行化の再編が行われ。 先端融合開発専攻は異形の1、専攻のみとなる。2020年公選祭は、新型コロナウイルスの影響で開催が危ぶ生まれている、国内大学図書館舟、テクノセンター福利厚生施設、いぶき学生寮運動系文科系。ありがとうございます。